はいよ、スイちゃん、こんばんは、アマガラシツヨシ、ナオシ、全国のアマツヨチャンネルご覧の皆さん、元気か？ね、週の一発目、月曜日、頑張るよ、ね、頑張っていこう。ね、皆さん無事にお勤め終えたか？ね、そして学生諸君も頑張って、学校行ったか？ね、まあ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 、まあ、ね、もうちょっとしたら学校終わりか？まだか？ラストまでね、しっかり行くようにね。もう同じ日は戻らんわけやからな。頑張っていくぞ。ね、そのあたりね。まあ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 、まあ、ということでね、忘れたね。今日はね、報告はまああるっちゃあるないっちゃないんだけど、まあ、寒かった一発目。朝も寒し、散歩もまあ散歩はね、風がちょっとなかったから。でも7度ぐらい冷たいね、空気が冷たいね、だけどお泊まり、もうラストね、年内あとわずかと迫ってございましたんでね、これはもうラストまで皆さんもう今のまま、あ、風邪、インフルエンザコロナかからんようにね、どうしても今風邪とかさ、インフル流行っててね、みんなちょっと発熱したりなんかしたりなんかしてね、大変でございますから、なんとか、まあ、いつも通りの手洗いとかさ、うがいとかな、いつものやつをやってればマスクとかいけると、まあ、あの人混みなんかやったらやっぱりマスクが効果的ちゃうかな、そう思う今日この頃ね。ところでとにかく元気よく行こうよね。やっぱりね、元気をつけるにはやっぱりこのアマツヨのこの自己満のトンボかなと思った。この1800何本の中のどれが一番多いか分かりませんが、数えたことございませんが、トンボもまあまあ、あのダントツじゃないやろうけど多いと思う、うん、まあもうほら、あの兄貴だけちゃうから、正直な話ね、自己満ですからね、うん、思ったことを書き留めたやつをやるわけですから、ね、できるできんじゃないからね、ハートハートね、そこのところよろしくお願いしますよ、いうところでね、今日はアリーちゃんも今のところハウスで休んでるね、ちょっと落ち着いてたらいいけどな、あの散歩1時間頑張って行って、うん、まあ、ちょっとかゆかゆもあるんかもわからんけどね、今日はちょっと薬塗ってみようかなと思ってね、ちょっとこの2日不安定だったから薬もちょっと止めたんですよ、どうしてもほらアレルギーでしょ、あのステロイドのやつ臭いしな、うん、本人も嫌がるしと思って止めてたけど、やっぱりどうもあれ、やっぱりね、やらんとほら、痒みが治まらんとかね、まあ飲むやつも1日500円飲んでございますが、ね、少しでもリーちゃんのアレルギーがマシになるように惜しみない努力という形でね、やっていきたいね、もう来年も再来年もマシになるまでやるという気持ちね、そのあたり行こうか、あんなリーちゃんもリーちゃんもほら今日静かでしょ、でこのアマチュアの拙いギターとうるさいこの歌でまた起きてくる可能性もなきにしもあらずとね、行きましょう皆さんね、元気よく行こう月曜日ね、もうほんまあと1週2週かね、ラストまで行くよ皆さんでね、元気に1年の終わり、そして1年の始まりね、行きたいと思います、よろしくお願いします、レッツゴー、ふうわー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 、Oh, oh, oh.
ストアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに俺は俺ってあり続けたいそう願って裏腹な心たちが見えなくてやりきれない夜を数え終わらならない闇の中で今日も眠ったふりはする死にたいくらいに憧れた花の都大東京薄ペラのボストンへ北へ北へ向かってザラついた苦い砂を噛むとねじ伏せられた正直さが今頃になってやけに骨身に締めれああ幸せな友よどこへお前はどこへ飛んで行こうああ幸せな友がほら舌を出して笑ってるわフォー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 明日からまた冬の風がよくかつらは聞いてて行くそれでもめおめと生き抜く俺を恥じらうわ話のまんまじゃ寒くて凍りつくような夜を数えだけど俺はこの街を愛しそしてこの街を憎んだ死にたいくらいに憧れた東京のバカ野郎が知らん顔して黙ったまま突っ立ってるわ鉄の座りの悪い都会で憤りの叫んだらそれ半端ない俺の骨身に締めるああ幸せな友よどこへお前はどこへ飛んでいるああ幸せな友がほら舌を出して笑ってらもう一回ああ、はい、幸せの友よどこへお前はどこへ飛んでるああ、幸せの友がほら舌を出して笑ってるOh
大きにありがとう、頑張っていこう。今日はここまで、ほら、トンボ、ね。また中条さんが、舌を出し終わらないトンボに舌があるかどうかっていうね、またその問いになるんではなかろうかと思いますが。いいんですよ、それは。舌があるんやからね。まあ、舌があるか、鼻があるか分かりませんね。だから、まあ、それは、あるんでしょうよ。ね、そのあたり。よし。あ、腕つったからね。汗かいたな。腹も減ってきたし、汗もかいてきたし、そうね。だけど、ちょっとやっぱりほら、サービスっつうのもな、いるやん。やっぱり、ね、明日も頑張ろう、明後日も頑張ろう、言うてね、行くわけですから、ね。皆さんのために、アマズチャンネルのファンの皆さんのため、ね。今日初めてアマチュアチャンネルをご覧になってくださった、この偶然にもほら、いきなりでも、いつでもどこでもそうやけれども。ね、まあまあチャンネル登録お願いしますよ、ね、なんとか今年も12月31日までパチパチっと何分11分45秒いいやんか。振り返るといつも君は笑ってくれた。笑ってくれたらおじゃん。おじゃん。振り返るといつの日々は笑ってくれた。風のようにそっと眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ。涙に変わってく君だけを信じて。僕らはいつも遥か遠い未来を夢見てたはずさ。立ち止まるとなぜか君はうつむいたまま。雨のようにそろっと変わらないよ、あの日君と出会った日から。涙に変わっても君だけを見つめて。君だけしかいなくて。夢見て寝れますかね。また会いましょうね、明日元気にね。青よし、終わった、頑張っていこう。ロクロ、明日もまた頑張ってやるぜ。バイバイ。寒いから風邪ひかんようにな。よろしく、おやすみ。